寒いらしいぞ。あ、さようですか。 だからね、あまり勘違いしてほしくないらしい。下のこの肉球から、ね、この地熱を吸収するってことか。肉球はどうなのかな。なんか意外と寒いらしい。触りたかったな。触ればいいでもいいよ。もう遅いです。ってしまいました。いや、縁です。この太古殿下に触られている犬を見るだけで幸せでしたでしょう。ああ、そうなんだ。きっと御利益があるんではないかと。それを出世します。あの犬は出世する。出世、犬の出世ってどうなるの。犬の神。犬の神。俺神の神。俺神神神の神。なんて顔してんだよ。あ、いえ。なんて顔してんだよ。寒くないか。大丈夫か。いや、急に冷えてきましたな。いや、冷えました。あ、大丈夫ですか。そう、大丈夫。急な寒いな。雲の変化。はい。ここにいらっしゃるのは秀吉様と加藤清正様ということは、この尾張名古屋中中村出身の3人ではないですか。ということはお三方はごぼうが好きなのですか。あれれれれ、連合派かな。さようですか。でもあれです、あのわしはごぼうより金じゃ。あれです、この現世の中村区、中村と呼ばれる場所にはですね、やはりこの豊国神社というものがございまして、この豊臣秀吉様であったり加藤清正が祀られてある神社があるんですけども、その周りにはですね、こうお店があるじゃないですか、飲食店が。そこで秀吉様が愛したごぼう料理とかあるんですぞ。今でもあるのか。はあ、らしいですよ。それは嬉しいな。あ、止まるな。あ、いや、確かに中村には今わしの名前であったりそういったものをあの書いたお店とかもあるらしいで、そういったものをしてくれるのは嬉しいな。なんて予感されとるんですか。ん、なんかしとったわし。いや、おかおか、いや、なんて予感されとるんですか。あー、されですが、このごぼうの天ぷらが非常に美味しいなと。天ぷらですか。この相模で秀吉様の陣があったじゃろ、あの御前の。ああ、はい。あの時のごぼうの天ぷらが忘れられない。秀吉様はそれどころではないと。美味しかったな。あれわし何か言っとったな。天ぷらじゃにゃ、あれは唐揚げではない。唐揚げだって言っとった。あ、そうでした。忘れちゃいました。見た目はもう天ぷらでございました。確かにな、天ぷらあれ唐揚げらしいぞ。ごぼうの唐揚げ。唐揚げってそういえばそうじゃない。今わしすごい疑問に思ったんだけど、皆
みんな唐揚げというと、はい、あれ出すやろ、鶏肉の揚げ。あ、はい、でもあれって別にそうなの、唐揚げだから唐揚げなの、あれは。うう唐揚げだから唐揚げ。え、でも正式名称は鶏の唐揚げ。唐揚げだよ、まあ、はい、だから唐揚げって言うとあれ出てくるやろ。でも今なんか唐揚げと申すのなんかこのカラという中国から伝わった揚げかな、それ、それ思ったってこう想像するじゃないですか。天ぷらって何ですか。天のプラって何ですか。タラの揚げちゃったら、ああ、まあ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 、まあ、伝わったのかなってのは分かるんですが、天のプラって何ですか。やはり大名、あ、私は蒸していたけど、天のプラ、その由来というのはおそらく知らないものが多かったんじゃないかというのが、普段な我ら飯食うじゃろ、はい、名前の由来って考えるか。あ、考えます。なんちゃらにとか、はい、これってどういう味方なんですか。毎回毎回思わんじゃん。え、に味方とかの名前の由来が気になります。そうそうそう、まあ、今例えが悪かったけども、そういったようにあまり気にしなかったがゆえにどうなんだろう。あ、確かに今ふと思いました。なんか気になるやつはございますか。あ、名前でか。え、森口大根ってあれなんで森口大根。それひどい。あれわし大阪の森口大根を作られてスポッターからではないですか。そうか、だからわしああやってこう絵になって売ってられたんだから戯れが過ぎるぞ。今このあれですな、尾張の扶桑の方でよく作られておりますな。確かに、はい、そうじゃな、はい、30センチぐらいある大根があるんです、細長い名古屋には。それが今このぐる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 と巻かれてこう漬物にして売られております。そうそう、はい、30センチってこれ30センチこれ30じゃないじゃん。30センチからめっちゃでかい大根。物によりますね、それは物によりますね。いや、翔右衛門には厳しいなどう厳しいな、まあ長い、エリア長い大根、細長い大根がある、な、あるんじゃない。え、天ぷらの由来って何でしょう。はい、誰か知っとるもの、天ぷらの由来何。え、もし、そんなんの日本酒ならんぞよし、ちょっとすっきりいたしました。あと何があるかな。最後いっぱい乗ってくれ何の話だそれ。ああ、分からん。鶏の唐揚げ以外にあと何がございますか。南蛮。南蛮はだって南蛮。南蛮、南蛮から来ておるもん。なんか、あー、これ気になるってやつ出したいんじゃけど全然思うかも。あれですな、南蛮というのは昔ネギを、長ネギを使っとるものを南蛮と呼んでおったんですよ。そうそう、はい、です。だからあの、鴨南蛮とかカレー南蛮とかネギが入ってるんですよ。あー、腹減ったなあれ何も食べておられるんですか。握り飯食べたか。ひよい様の太鼓の。いやいや、太鼓の握り飯は別にわしが食ったんじゃ、あれ振る舞ったんじゃ、ね、兵たちに振る舞ったんじゃ。そう、画期的だよな、あの考えが。はっ、何ございます。温かいご飯というのが画期的ですな。まあ確かにな、はい、温かいかどうかはちょっとすまん、そこは分からん。わしらこう、干し一度かえ、あの、うん、食べとったんですが、この干すって書くに飯っていうのを、うん、あれは一度炊き、水で洗い、一週間ぐらい天日干しをし、それを戦場に持っていき、カリカリプルプルカリカリプルプルでもそうしないとな、腐ってまうし。しかも食べ過ぎたら腹を壊すという腐ってまうし、やはり わしらの時代というのは味なんかよりどれだけ持つかが大事だね。はい、うん、だからモーターン食事というものはやはり戦となると正直必要のないものだろうな。だからそういった星みたいな、飯は一番良いですな。拙者も持っておりました、兜の中に。
カニ入り飯を。構成が高そうですか。構成が確かに。いやそれは言わんでくれ。構成高いし、そうじゃな、まあ今でこそ三角のな握り飯とかがあるが、あの転がって丸くなってそうじゃな、それ入れとると。ありがとうございます。なあ、コロコロコロってすごい綺麗な丸になってると。拙者の頭の上で転がすということで。おにぎりな。そんな殺生な大丈夫か、みんな風邪ひか大丈夫。何独り言じゃよ。わしのここから入ってこないで。嘘じゃー、すまん、喋ろうみんな、な電波線でも言っとったら喋ろうぞ。今日さもっと近くより、ああちょっと寒くなってきたで、拙者は一時退陣いたしまする。はい、さよなら。よろしい。近すぎるじゃろ。いや、近くと思われたので。いや、我が石に乗るな。ああ、ま、自分の石に行きます。そうじゃ、自分の石に行け。あ、信長様。いや、今、石に乗って遊んでおりました。わあ、さすが絵になりました。良いですな、こうなんか波打ち際を連想させるようなザバーンと。良いですな。海の男。お主は何？船はたくさん使ったからな。そうですな、鉄鋼製を作ったの。おお、信長さん、そんなお体で。そんなお体で弱って言えるみたいな。やはり大きなお方が飛ぶとやはり迫力がすごいですな。すごいかな。おお、大げさなんじゃん。まことですか。わしはもうそれぐらいやはり信長様の尊敬いたしております。コロスケが何か言ってるな。コロスケ、コロスケではありません。秀吉のね。あ、あコロスケなり。コロスケって未だにわし正体がわからんのですが、コロスケの正体がわからん。わかりますか。わし前世に疎いな。疎いんですわ。そういったあのわし偏りがあるんですな、現世のあの知識に。なのでコロスケは分かりません。ナリーぐらいしか。何急に知識の偏りがある。昔からじゃろ。漢字書けないくせに。漢字書けないですわし。太鼓のこと太鼓って書いてある。大悟の花見もすごかったです。漢字で頑張って書こうとしたらもうえりゃ変な字になってしまいました。勉強する間がなかったからな、お前はな。あ、そうですな。おそらくそういう、はい、あれじゃ、好機はあったんですか。もしがついておれば、はあ、死がついておればお前は誰よりも学問できたと思う。確かに要領は良かったし、ね、ただもう若くから働いとったしな。そうですな、若くからもう。龍さんはその分この聞く力というのは非常に強かったと前田敏さんがおっしゃってた、うん、そう、強かったな。そうじゃ、強かった。今じゃわしが喋っとっても無になってるみたいな。そんなことございません。全て一語一句聞き逃さず集中しております。集中してないもん。いや、しかしながら好機はあったんですわ。家を出て、家を出る前に、うん、あの光明寺というお寺に預けられたんですが、すぐ出たの。すぐ出ました。やはり合わんのですな、やり方が合わない。やはりなんというんですかな、その合理的ではないやり方というのをやはりわしは400年前から嫌うゆえに、そこの、まあ、住職も合理的ではなかったゆえにすぐに出てしまいましたな。皆はしかと言っとるな、言っとるな。だから今はそういった義務教育なるものがあるもんな。必ず勉強を学校のある、建物の中でしないといけないという規定があるそうですな。我らの時代も足利学校という学校があったんじゃけども、まあ、それはもうわしらが生まれる信長様だったりわしらが生まれる前にもうされてしまって、うん、亡くなってしまったんだけど、あ、まあ足利学校難攻防展開などはそうですな、なかなか
誰でも行けるそういった教育機関というものが足利学校なんで、あれはすごくいい考えでしたな。あの時代にしてはやはり学問を学ぶということは、まあ、それこそ坊ちゃん武将徳川家康でああいった者たちがやはりこう住職たちに教えを限られたものしか学べなかったかな、学べなかったゆえに、そういう意味では明治はとても良い国だった。良い国ですな。そして気づいたのが素晴らしいですな。そこでお前のようにドマで寝なくても良い子供がたくさんおるんです。そうですドマ、まあ、拙者が望んだことでございますよ。望んだのかのドマで寝ること。もういやもう拙者なんかもうここで十分でございます。カリモちゃんそれでいいんで子飼いでちょっとよろしくお願いしますって、まあ、わしらは農民育ちゆえにそういったものはあまり気にならんのです。馬も入れとったの？あ、全然わしは屋敷に馬を入れとりました。最初の方はお金がなく、あ、おね、わし、中、馬こういった4人家族でやってるんです。すごいな。おねはまあ、南な、まあ、信長様も知っての通り、やはり名家、浅野家で育っとるゆえに、お嬢様なんだぞ。は、それが、馬と一緒に生活できるか？できんな。でもそこを文句言わずについてきてくれたのが、やはりこの尾根でございます。それは。お前は馬をもらった時嬉しかったんだろ？その、聞き及んでるぞ。馬を。秀長から聞き及んでる。あ、誠にわし、それはそれはまだもう末端の末端で、でもな、もう老いた痩せた馬だったよくご存知。知らんからな。よくご存知。いやそうただそれをもう勇んでな、そしてボロボロのな甲冑を身にまとい痩せた老婆を秀長も出てき、秀長はまだ農作業しとった頃じゃ。ああその頃に、ええぞ侍ええぞよう知っとりますわ。そうじゃわしって、そうそう立派じゃろって言って、秀長はちょっと負傷したんじゃが、はあ、このな秀吉のまっすぐにな引かれてな。そうですね、もともとその道を行くという、もともと我が弟秀長は農民で生涯を終えるつもりであって、わしみたいに侍になるという概念が全くなかったんじゃけど、まあ、何かあるたびにわしが、まあ、今信長様がおっしゃった通り馬を持つ意図と自分で持てることってもうなかなかないですな。ない。あ、だもうそんな老婆でもわしは嬉しく、それをわざわざ、まあ、今でいう実家じゃね、仲たちがまだおる実家に連れて帰って帰ってきたぞと母上見てみろと、馬を持っとるぞわしはっつって、でもそんなことをもうしっとり見てみろと秀吉あんたと、こんな汚い馬役に立つかと言って、まあ、苦笑され申したが、まあ、たびたびそういったような形で、まあ、羽織がもらったぞと言ったり、そういった自慢話をして秀長ちょっとついてこいと、我が屋敷にと。こっちにはもう重要な男になったからな、秀長も大納言、そして大和の国で和歌山城の城主、うん、もうわしの、まあ、右腕といっても過言ではございませんな。わしが天下人になった後はわしに会う前に秀長にまずは話を通してから、で秀長の許可を得てわしに謁見をするという形を取っとったで、まあとてもあの者がいなかったら今のわしはいませんな。誠に秀長は先にな病で倒れてしまったからな、うん、あそこくらいからですか、わしがちょっとこう言わんでくる確かに正しいですね。やはりこう昇進してしまった、そこら辺から様子がおかしくなったな。様子がおかしいですな。見る見ると四六時中能をやるとかなあ、まあ、止める者がおらんかったな。止める者がいなくなってしまうというのは怖いです。なんでそこから止める者を恐れるように、まあ、利用して、例えば、まあ、利休だったり、うん、そういったものを恐れるようになってしまったがゆえに、まあ、そこからまたちょっとガタガタと豊臣政権が崩れていったですな、うん、もうさっきの真田丸なんかな、
怒られとったからな、水谷に。あ、誠ですか。眠くないどういうことですか。ジム眠いって言ってたぞ、お前。わしが眠いと。それを三成が眠くないっつって。そんなこと言うんですか。どうなっとるんですか、現世の活劇は。まあ、いろいろ盛るところは盛るところ。盛るところもう井戸に、なんかいろいろ。まあまあまあ、譲渡手段ですな。譲それは、それは本当ですな。その、まあ、陰で見とるわけですよ。例えばこの、お前、やめよ、その実行犯の説明を。やめよ、そこ。生々しく話すな。分からぬものがおったと思ったら、こうちらっと見て、スッと消えて、その者が一人になった時に、突然後ろから恐ろしいよ、どうな。恐ろしいね。まあ、それが戦国連でございました。まあ、あかんぞ。全然そこはゆとりじゃないんだな。そうですね、そこはもう本当に許さない、ね、許さないですね。自分に甘く、人に厳しくですね。そんなことはございません。そんなことはございません。そうそう。じゃあ、やっぱり信長様と秀吉様が一緒におられる姿を見ると、まあ、現世でしか見る機会がありませんがゆえに、拙者が知らなかった秀吉様の話であったりというのが聞くことができる。ああ、なるほど、確かに。こういった光景を見るのも新しいかもしれません。我が子飼清正が信長様に会えるという時代が来るとは、多分誰も思っておりませんでした。そうかな。400年前は信長様に会うこともかなわず、この戦が終わったまだ拙者が戦に出てない頃であったりとかは、この秀吉様がもうクタクタでもうボロボロになって帰ってきて、もうこれっていうのを拙者と市松後の福島正成と共にカチ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 吹きます吹きますとかやっておりましたけども。まあ確かにな、長浜城時代とかはやはり一番苦労しておりました、あの時代は。それはわしに対して。いや違います。違います。あの信長様のあの戦のためならいくらでも動きます。やはり長浜という地を治めるのに、やはり初めてあの一国を任せられたということで、そういった領民をどれだけうまくこう納得させて繁栄させるかというので苦労いたしましたな。そうじゃない。特に長浜はな、はあ、まだ取っては間もなかったからな。もうほぼそうです、ね、ほぼ。はあ、敵の領地に城が建っているようなもんだったからな。そうですな、今浜の地ゆえに、まあ、だから城をやると言っても、はあ、しばらくはここで耐えてろぐらいのもんじゃったな。誠か、はあ、本当に耐えたな。いやいやその説は、ね、まさか耐えるとはな。試されとったんですよ。ありがとう貴重せ、うん、なんなくと。いやしかしながら長浜はやはり 減税ではなくこう免除税を年貢を免除しとったんだな。最初に人が集まらんで考えてみよう。この、まあ、尾張が戦場になって、でその、まあ、敵国のものがわーっと入ってきて、その敵国のものに占領されたら、やはり人がスッといなくなるわけじゃな、戦場のゆえに。人を集めないとやはりそういった地は栄えん、うん、ゆえにあの年貢はいらんと。わしの長浜の地は年貢はいらんぞと言ったら、行さん集まりました、うん、行さん集まりすぎて、いやもうこれ年貢取ろうかなと。いやもうそう しまったなと。こんだけ集まるんだったら年貢を取ったろうかなと思ったら、尾根にパチン引っ張ったかる、引っ張ったかる。それは話が違いまする。とそんなことをしたら領民たちに不平不満が出て、これでは一揆が起きてしまうということで、どうしたの、あのやりました。おこれでって言って、これこれでって言って、まあそこであのやめたということがまあ良かったようで、まあ長浜の地はそのまま平和に。拙者はそんなことも知らずに土間で。そうだよ。まあお主らはな、まだ若かったで、うん、ただ人材としてはな、育成しとる最中だったでな、まあいろいろ見れたんではねやった。さようでございますな。うん、とにかくお姉様から厳しめの教育を受けておりましたがゆえに、やはりこの秀吉様がもともと拙者者の民でございますがゆえに、その先ほどの長様がおっしゃった読み書きであったりとかもやりなさいと。確かにお主の場合は本当に運がええのは、はい、子飼いでわしについたことが一番良かったと思うな。そういった
学を学ぶそういった時間があるで、時間があったで読み書きができたんだよね。は、うん、雨か、雨降ってきた。雪でなくてよかったな、また積もると困るのは。雪雲らしい、そうだな、雰囲気が出てきましたな、うん、この尾張の地もやはり風が出ると寒いですな、うん、信長様は何か400年前でこれは難儀いたしましたというのがあるのか。そんなのも難儀の連続じゃん。まあ確かに信長さんは一から作っておりゆえに、うん、もうその家督争いのあたりがわしも聞いててすごく大変じゃろうなと思い申した。その織田家がこう分裂して岩倉と伊勢の織田家でこうやり合っとった時代とか、まあ弟も手にかけないといけないという時代はどうでしたか。あの時は別になんともさすがやはり考え方が違う。裏切るのが悪い。そうですね、裏切るのが悪い。裏切りはしあのような尾張の小国で争ってる場合ではなかったからな。あのまま続いておればもう今川に飲まれておったからな。確かにそうですな。それをやはりあの戦は誠に長引いていたらすぐにやられておりました。尾張のものはアホが多いからなこれ信長様だから言える言葉ですな。もうあれじゃん、間違えて親戚同士で弓で射殺してしまうぐらいのアホじゃん。あ、いや、それは聞いておりまする。わしの叔父が挨拶しない侍おるって無礼じゃんっつって、弓を射てな、脅かそうと思ったらそれが当たってしまってな、そのまま殺してしまったら、あ、同じ織田家のものだっていうことがあったぐらいじゃん。それはなんというか、悲運というか、うん、なるほど。そしてわしのその弟な、信行、うん、信行は襟を持ってな、怒りますな、それは。そのそいつの城を攻めたぐらいじゃない。ああ、まことに乱世ですな。わしはもう、ええええ、うん、だいたいそんなところ一人で走ってる方が悪いです。なるほど。心まことに、だいたいそんなところ一人で走ってるのが悪いです。なるほど。やはり昔話、わしも知らないところをやはり信長様、信長様のことをすべて知りたいんですが、急にお前が喋ったら関西は嘘です。秀吉様は動物にも好かれます。落ち着け、大丈夫よ。アミガの子はちょっと…会うってきたな。大丈夫だな。そうですな。ああ、寒いからな、ぬしらも風邪ひかんでくれ。しばらくわしは城に来ないらしい。お、うん、らしい、らしい、らしい。やはり忙しいですな今は。おいしい、実はらしい、忙しいらしい、らしい、忙しいらしい。心が陰を踏んでおる。ということはもうあれか、大全国武将隊大博覧会。あ、はい、え、それだな、何をやるかも。あともう公開されてるからな。公開さ、まあその誰が何に出るかというのはまだ内緒ということで。教えたろうか、教えたろうか。いけるでしょ。変です、教えが出る。みんな知っての通りでございます。ありがとうございます。信長様があの助言をしてくれたおかげでございます。知ってないじゃん。みんなはもう黒ひげを一発で飛ばしたやつに。それが全てでございます。確かにあれが全て。運ですな、やはり世の中。おっって言ってます。おっって言ってます。すごい神がかった。神がかった。わからん、わからんものはな、検索して動画を見ると。はは。では我らは退陣いたす。またをさらばじゃ。確かにこの時間は雨予報になっとったもんな。雨宿りをして、なんかどっかで傘を仕入れて帰るんだ。たら、盗みはならん。うん、ありがとうございました。なりました。みなみな、すまん。